山口凛太郎の食いしん坊、先ほどちょっと恵方巻きを朝食べたんですが、これを見てください。節分パンというのがあります。節分パン、節分の時に恵方を向いて食べると、願いを思い浮かべながら丸かじりすると、願いが叶うという。鳥の虎柄パン、角パン、シュガーチョコ。何？鬼の虎柄、まあ確かに鬼の虎柄パンツですね、のパン、節分パン。今年は、南南東ですね。真面目なりしてみましょう。セブンイレブンで買ってきたものです。こんな感じです。鬼のパンツいきますね、パクッと。まあ普通のパンのような気が限りなくしますが。まあ普通のパンです。